皆さんこんばんは。こんばんは。見えてますか？すいません、なってますよ。はい、ほんまですよ、切ったよ。皆さんすいません。ただいまちょっと、あ、ほんまや。あれ？切った今あかんよね。これどこで切んの？これいっつもなんかなんねんけど。すいません、皆さん、大変遅れまして申し訳ありません。30分遅れましたけども、皆さんすいません、大変申し訳ありませんでした。さあ、じゃあ休憩ちょっと、まあとりあえずやりましょうかね。ね、1曲目やりましょう。はい、はい、そうやね、もう始めちゃおう。もう行っちゃう。その後もう一回しゃべろう、うん30分ぐらい遅れまして、改めまして申し訳ありませんでした。やっと化粧終わって。そう、ごめんなさいね、私のね粧が乗らなくて、もうみんなに手伝ってもらってたんよ、塗るの。一回落としてまた塗って落として、そんなアプリしなくていいから。アプリしなくていいから、よう乗ってる。そうそう、引いて引いて。こうね、今日のメンバー紹介します。オンベースジンゴローです。ナクラモノブーオンピアノ。はい、そして今日のここのスタジオですね、天満の空さん、あるよ、イエーイ。今日だからね、ちょっと私の厚化粧の関係でですね、皆さんにこう一生懸命ね、こう塗ってもらっててね、だいぶんかかったね。そこちゃうねん。そうそうそう。そこ一個全然隠れてへんやろ。ほんまや、もうちょっと分厚塗りって言って30分経ちまして、大変失礼しました。もう経験してみたらいいよ、一回。何を？塗ってみたらいいよ、どれぐらい隠れるかとか。ああ、塗ったことあるで。ある？テレビ局とか昔仕事行ったら、とりあえずなんかドーラン塗ってくれる。そうそう、ドーラン塗ってくれるっていう。へえ、一応そんなんもしてくれはるんやね。あ、してくれるよ。バックミュージシャンにね。バックミュージシャン。おお。芸能人の人はみんなやってるもんね。芸能人の人はもうすごい。ものすごい塗ってるよね。めっちゃ塗ってる。で、私も芸能人ですから。すいません、30分かかりました。失礼いたします。ありがとうございます。じゃあね、ファーストセットちょっとまあ時間経っちゃったので、どうしようかね。一応今日は、休憩をいただいて10時までには、セカンドセットも終わる予定にセッティングしております。なのでファーストいつまでやろうか。ちょっと計算できへんねんけど、9時10分ぐらいですかね。うんで10分休憩して40分。そうやね。前はね、45分ぐらい、45分か50分ぐらいで1回を終えてたんですよね、ファーストセット。なのでもう40分なので、一応9時までやりますかね。どうでしょうか。うん、駆け足で行って、あ、後半ちょっとあれするか。ファーストもうちょっと長くしようか、やっぱり。ね、まあ待ってはる方もいらっしゃったもんね。10分までしようか。そうですね。ね、じゃあそうしましょう。9時10分まで一応ファーストセット配信予定でございます。はい。じゃあ、1曲目はですね、ニカズドリームという、ナンバーを、16ビートで、お送りいたしました。ホレス・シルバーのナンバーでした。では、次はね、スタンダードナンバーをお送りします。スイングのナンバーです。君を愛せることがラッキーなんだという、これジンゴロさんといこうかな、最初。そう、日本人ではなかなかない表現の、歌詞がついてます。君を愛せることがラッキーなんだという、そんなラブソングです。Time after time。Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day.ちょっとすいません、笑けてきた。What I know, the passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you hear me say that I.So lucky to be loving you, loving you. And time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. it through. I only know what I know. The passing years will show. You kept my love so young, so new. And time after time, you hear me say that I'm so lucky to be loving you. After time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you want to see in the evening when the day is through. I only what I know, the passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you hear me say that I'm so lucky to be loving you. So lucky, so she.いや、謝らんといたら誰にもバレてへんかもしれない。私だけがなくってるだけかもしれない。聞いとんかいって言ってるかもしれんけど、皆さんありがとうございます。タイムアフタータイム聞いていただきました。皆さん見えてるかなあ。おー、ありがとうカフェサムライさん、そしてしゅうちゃんありがとうございます。イエイイエイ。なんかね、しゅうちゃん、名前出しちゃったからね、いいかいいかな、コメントはいいよね。しゅうちゃんね、今帰りしなに見ながら帰るからって言ってて、コメント入れられないかもって言ってくれてたのに入れてくれてるよね。危ない危ない危ないやばい。いや、なんかこんなんもあれないの、スピーカーはないの。まあまあないか。音声入力はありますけど、ね、音声入力あるんかな。あるっちゃあるんですけど、うん、あればいいけど、まあこんなことしながら音声入力してるかもしれんけど、ありがとうございます、あとちょっとやからもうちょっとね進めていきましょうね、はい。では、タイムアフタータイム、聞いていただいて、ではちょっとボサヌバのナンバーをしっとりとお送りしたいと思います。一般連マの娘聞いてください。Tell the younger, lovely little girl from Ipanema who's working on when she passes each one, she passes cars. When she walks, it's like her song, but that swings so coolly, sways so gently. When she passes each one, she passes cars.To the sea, she looks later her than me. Tall, eternal, younger, lovely, the girl from Ipanema who's working out. When she passes, a smile, but she doesn't see.娘を聞いていただきました。イパネマの娘、今日のね曲のラインナップをちょっと今お送りしちゃうと、お知らせしちゃうと、まあまあ後半はもっと濃いのやります。前半はちょっとスタンダードナンバーをお送りしておりますが、後半ねまあまあちょっとねやろうかなと思ってるけど、どうですか？入ってないな。そうなんですか。うん、はそうそう、はい、どうですか？そうでもないか。1曲だけか変態な。まあまあ変態なやつもありますね。変態熱1曲だけかなと思いますけど、はい、まああとはそうでもないか。まあまあ普通っちゃ普通ですね。失礼しました。1曲だけちょっと日本語のナンバーで、ちょっと変態なを後半にお送りしようかなと思ってますが、まあ何が変態かちょっと皆さんにはあんまり分からへん。普通に聞いてたら分からへんね。私らが変態やと思うだけで、かつてカモン達夫とかやったことあるんですよ。替え歌編。だからそんなんが変態やと思うかもしれない。そうやな。そんなんではないな。知ってます？名残寿司とか。そんなんあったっけ？いっぱいありすぎて分からへんねん。代表はほらチャラリン鼻から牛乳、まあこの辺が普通やん。はるばる北で箱だけ。ああそう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 、それのシリーズの名残寿司があるんですよ。そう、これが面白いんですよ。これがまあ変態チックかもしれない。まあこんなもやったことあるんですけどね。まあガチでちゃんと一応音楽やってるから一応後半もねそんなにあれかな。ぜひ見てください。ね、そうやん。終わりそうなってるで。まだまだ前半もありますよ。まだまだ前半。はい。じゃあ皆さん、あと2曲ね、とりあえずお送りしますから前半に、日本語のナンバーお送りしましょうかね。これ知ってるかな？知ってた？あ、俺知ってたな。うん。多分私らの年代、あ、違うかな？名倉くんぐらいの年代かな。一番流行ったのは。いや、そうでもない。いや、私らやわやっぱり。ちょっとだけ後です。これ桑田佳祐ソロのやつですから。その前って言ったら、祭りの後とか、あとワンデイとかね。この辺が最初で、その後かな。よしてな。私がだから15歳ぐらいかな。ああ、そうか。まあええか。何言ってんだか。まあええか。まあまあいいや。とりあえずちょっと皆さん知ってるかな、聞いてもらおう。このナンバーをお送りしたいと思います。桑田佳祐さんのナンバーです。されど赤い日はまた昇る。どこへ帰るだろう。飛び慣れた夜も一人じゃ辛い。君と流した他人のままで惚れていました。涙がにじむ。罪深き風が肌を燃やすとき、酔いながら人は抱かれてみたい。君と飲ました月夜の蚊帳で濡れていました。揺れて見えます今宵の月は泣けてきました。ありがとうございます。知ってる人いたかな。うん、そう、多分ね。なんて曲ですかね。あ、タイトル言い忘れましたね。月。はい。はい。日本酒みたいな名前ですね。月桂冠。月。そんな日本酒あったよね。うん、月ってなんかあったような気するけど。はい。めちゃめちゃいい曲ですよね。と思いませんか？そうですね。うん、なんとも言えん、なんか。哀愁が。そう。だって、これだから、おそらく。何年前。めっちゃ計算してんで、今。さっき15歳だからな。ちょっと。やばいな、計算できなくなっちゃった。わ。でもこの頃ね、桑田さんのやつってあんまり知られてないんですけどね、結構いいソロの曲あるんですよね、本当に。なんか逆にサザンオールスターズ桑田バンドというよりも桑田さんのソロの曲いっぱい歌いたいなというのいっぱいあります。なるほどね。うん、あんまり知られてないよね、さっきも言ったけど。One day I found you tonight I need you 知らん。いやでも知ってます曲は。ね、だからイントロがねめっちゃ似てるんよね。だから一瞬あれこれワンデイやったかなって思ってしまうニュアンス。ニュアンス。あとは祭りの後やね。ああ、それは知ってるわ。情けない男でごめんよ。息もつかない俺だけど、曲ですね。ほんまこんなんも歌いたいです。なんか YouTube で桑田佳祐さんがスピッツの曲歌ってるやつあるんですよ、カバーしてるやつ。でも何やったかな、チェリーとかな、めっちゃ有名なやつなんですけど、完全に桑田のソロみたいな、スピッツに聞こえへんですよね。あれとか見たことある？紅白のやつ、桑田さんの紅白歌合戦、一人歌合戦やってんの知らん？あれも全部桑田節やから一人やない一人やのに全部桑田さんの曲になってるからバリバリ面白いよ、本当に。いや素晴らしい人やなと思う。やるか紅白歌合戦。やろうか。一人一人やこんなん。わお。セカンドはじゃあ一人紅白。美空ひばりとか。あそうそう。サブちゃんとかもやらなあかんやんか。そうや。今年の12月31日。祭りだ。山添ゆか配信ですよ。一人紅白歌合戦。みんな見てやってください。確かにさ、去年もね。家でおとなしくもう10時ぐらいに私こんなんなってたからね家で日付変わられへんみたいな。初めて家で過ごしましたから。カウントダウンなしでな、ね、皆さんそうやったんちゃいますか？そうですよね。だから僕あえてもう時計とか、まあ家にテレビもないんで、テレビないの？ないですね。わお。そうなんや。だからもういつ年が変わったかわからん状態で。ずっとピアノ弾いてました。あ、そうなん。知らん間に年変わったみたいな。かっちょえ。カッコつけてますね。スタンウェイのやつと。スタンウェイのやつ。すごいな、マジ、私5時ぐらいからお酒飲み出してさ。で、一人で料理しながら、おせち料理ちょっと作って。で、よし、準備万端、紅白も見るぞ。あ。その前何レコード大賞じゃあそんなんないのか。レコード大賞あるやってるで、なんか用事しながらテレビつけながらながらで見てて、今レコード大賞知ってたらなんかちょっとやばいよみたいないや違う今やってないんかなと思って一瞬ちょっとドキドキした。やってるで、それをつけながら料理しながら見てたらもう紅白も見れないままに。で結局あれ紅白ちょっと遅いでしょ始まるのね。そうやな。でしょ遅いかな。7時ぐらい。あ、そうか。ちょっとこう重なってるよねあれ確かそうやったかな。あ、それが早いの。あ、そうなのか。え、前の日なの？やってないの？やっぱやってないそうです。ですか。今プロデューサーがやってないよ。なるほど。いやだからねごっついええ感じとこんなことしながらやってたらもう最後の絶対いいとこを紅白絶対見たいと思ってたのにもうあんまり見たくないなっていう人を回してごっつい感じにしてたんですよ。そしたらいつの間にかそのままこんなことになってて気づいたらゆく年来る年ああいいとこ終わってるっていう残念な。もうお前イメージ通りやないか。はいほんまね一人でねその時ね日本酒ねもうね8合ぐらい6合以上開けて8合はちょっと大げさやない6合7合ぐらい飲んでました。飲みすぎやね。はい。7合も8合も変わらない。いやまあそこ大きいよ。まあまあ大きい。すごい熱燗にして飲んでたんやけどもうねもう最後はあかんかったね。まあええやんでもなんか。いや久しぶりになんかねすごい有意義ななんかいつも必ずまあそれはそれでライブしてたから嬉しかったんやけどいつも朝やったからね帰ってた。そうやな。なんか久しぶりに家で過ごしたなっていうそんななんかいい時間やったなって。そうですね。ね皆さんもなんかちょっとずつ増えてきてはいますけども今年はどうなるんでしょうね。今年の年末とか。今年の年末は。やるけど早いんじゃないの？カウントダウンではない。時短するんですか？9時におめでとうございます。9時におめでとうって。めっちゃ盛り上がらんな。みんな良いお年を迎えてねって終わる。盛り上がらんなそれ。盛り上がらんな。あれなんかカウントダウンするから盛り上がるんだ。そう。そんな。だってやっぱり電車も動かないしね。いやそんなそれ続くかな今年の年末も。分かんない。だからこの後のリバウンドがどうなるかによるんじゃない？あでもだからワクチンとかもあるやん。そう一応だからワクチンもできてるけどほらね分からんやんやっぱり。いやそれ分からんな。もう未知の未知数やで今ほんま何にも分からへん。もう憶測で何にも言えないし。だから夏とか秋とか冬とかほんまちょっと気になるやろ。なる。どうなるのかな。イベントとかどうなんでやろう。入ってきもしないけどね今。入ってけえへんよ入ってけえへんから、なんかちょっとミュージシャン的にはさ不安やん。不安っすね。そうそう。まあ今もちろん真っ暗やけど、なんかこの先ええことあるんかな思ってね。まあそれは開けないことはないからね。いつかは終わりますよ。それが年内に終わるかどうか。これがちょっと問題じゃん。だってオリンピックもあるわけだし。だからなんか。そう、俺もだからな、オリンピックやるって言ってたから、もう絶対大丈夫やねやろうなと思ってて、まあそうでもない感じやな。なんか無理やり大丈夫にするから。無理やり大丈夫にするっていうみたいな感じ。いやー、まあね、難しいね本当に。難しい。いろいろまあみんな手探りでいろんなことやってるんだろうけどね、まあ中途半端なこともあると思うしさ。まあ動かしていかなあかんのにね、こっちは止まるみたいな、なんか中途半端なことが起きてるなと思いますけども、なんか今音しましたね。爆発しました。爆発しましたよね。大丈夫ですか。怖い、テロが起きてまですいません、今どっか外ですごい音がしまして、最近地震も来てるからなんかちょっとこうちょっと過敏になってるね。まあでもこの辺はないやんでも。いや、この間大阪も揺れたよ。和歌山で大阪も揺れた。ちょっとだけやろ。うん、まあちょっとやけど、でもほら全くないわけじゃないから怖い。ないわけじゃない。早せな、地震来るから早しようか。地震来る前にやりましょう。地震来る前にやろうか。よっしゃ。そう。さあそれではじゃあファーストセット最後のはいナンバーをお送りします。さあではさあこのメンバーならではのサウンドが生まれるんじゃないかなと思います。生まれへん。生まれるよ。みんな期待してね。さあじゃあ日本語で言うの恥ずかしいけど。はい、ちょっとお送りしたいと思います。ラブソングです。Feel like making love。Story in the park, watching winter down the spring. Walking in the dark, seeing love rather than seen. That's your time. I feel like making love.Time. I feel like making dreams come true. Oh, oh baby, in the restaurant, holding hands by candlelight, while I'm touching you.My feelings start to show. Oh, 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 oh. That's the time. I feel like making love to you. Oh, oh, oh. That's the time. I feel like making dreams come true. Oh, baby, じゃあちょっと少しだけ休憩頂戴しまして、もう言ってる間にセカンド始めますんで、はい、皆さんまたよろしくお願いします。ちょっとね、しゅうちゃんのボケが今拾えなかったんですけどね。なんでしゅうちゃんのボケがガキつかやっていう。いや、その後何その後何、時短が11月までだというボケを。どういうこと、あらどういうこと、その時ね、リアルタイムで拾わないと分かんないですよね。そういうことですね。でもさっき、ほんまやね、よろしくお願いします。さっき私、ごっつええ感じ言うたんやわ。ガキ使いやってツッコミが入ってる。そういうことや。ありがとう。じゃあちょっとしばらくしてからお会いしましょう。ありがとうございます。5分後で。10分ぐらいかもしれない。お願いします。また塗り直します。はいどうもー。打ち合わせ通り。はい、皆さん、お待たせいたしました。ありがとうございます。みんな帰ってこい。帰ってきてるんちゃう？うん、いやちょっと減ってますよやっぱり。ちょっとさっきよりかはね。油断すんなよ。うん。ってことやな。そうや。じゃあ、まあやってるうちにちょっとみんな戻ってきてくれるかもしれへんから、はい、後半もねお送りしていこうかなと思いますね、はい、よろしくお願いいたします。1曲目、はい、じゃあもう早速、曲をお送りしたいと思います。Come Rain or Come Shine、降っても晴れてもというナンバーであります。これラブソングなんですよね。人生山があり谷がある、いい時も悪い時もあるさ、でもあなたについていくと決めたわよという、そんなナンバーであります。お送りします。 Come Rain or Come Shine、 聴いてください。Nobody's loved you, come rain or come shine. High as the mountain, as deeper the river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just wonders of things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You've gone.Like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, I'm happy together. We'll be fine. Days may be cloudy or sunny. When we're out of some money, I will rain or shine.Happy together, happy together. baby granny or sonny. Wear him for out of the money. I'm with the worries, I'm with the rain or shine. I'm with the worries, I'm with the rain or shine. I'm with the worries, I'm with the rain or shine.ありがとうございます。はい、Come Rain or Come Shine 聞いていただきました。皆さん聞いてくれてるかな。はい、よかったら皆さんコメント書いてくださいね。はい、しゅうちゃんいっぱいくださってます。拍手いっぱいくれてます。ありがとう。はい、もう一つちょっと最初お知らせ一つもしてなかったんですけど、一応無料配信してますけども、皆さんの、投げ銭お気持ち、どうぞどうぞ清き一票よろしくお願いいたします。お待ちしております。本当にたとえね少ない金額でも本当に気持ちが嬉しいので、いただけたらなと思います。ね。はい。はい。もちろん。はい。あ、いろいろ書いてくださってる佐藤、あ、ごめんなさい、佐藤さんじゃない、サエンさんという意味するんですね。サエンさん、サエン千里さん、はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。イエイイエイ。みんなちょっと見に来てほしいね。いっぱい一時ちょっとバーッと増えてましたけど、ちょっと今減りました。残念ながら。まあこんなもんですかね。これが12時ぐらいまでこう長くやってると、こうどこかこう見に来てくださったりとか、うん、もう今めちゃくちゃやってるからね。あ、テロテロテロ始まった。大きなテロ。大丈夫かな。ほんまいろんなとこで今やってるじゃないですか。配信17とか。はいはい、17とか17とか17しか知らないけど。いや、なんか色ポコチャとかね。ショールームとかいろいろあるんですよ。へえ。やらへんの？いや、今すごいよね、17。ちょっといけるんじゃん。意味がよく分からへんな、あれ何？ああ、誰かに教えてもらわんと。一人でやってんのあれ？一人でやる。じゃあミュージシャンいなくてもいいの？いい。喋るだけ？の人もいますよね。だから一人で弾き語りしてる人もいる。ああ、そういうのは成り立つね。じゃあそんなんは別に YouTube でも成り立つし。いやいや、そこはそれまた別物なんですよね。別物な。喋ってもいいわけ。喋ってもいい。へえ。みんなそのね、山添由佳さんのその美しいお顔をみんな見に来るわけですよ。この分厚い化粧の塗り方はどうしたら見れるのかなみたいなことになるってこと。そうそうそう。へえ。自分で懐中電灯自分で当てながらやるんですよ。いや。今すごいから17配信って。そうそう。いや結構なんかお誘いは来るんですけど、ちょっとよく分からなくて、私まだやってないんです。よくそうやな。とりあえずやってみたらいいんちゃう、誰かに聞きつつ。まあまあいけると思うけどな。まあですか、うん、そういう系なわけ、はい、そういう系、そういう系です。そういう系、どういう系や、はい、ちょっとこんなことしてみたりするの。17で一人紅白プリーズ。お前らそれいいじゃないですか。一人紅白17でやってるじゃないですか。みんなそうな見てくれで。マジでやろうかな。やってみようかな。ほんまに来週ぐらいやろうかな。ほんまにやってるわ。なんかその私ちょっとほんまにそのあれがよく分かんなくて、システムとかやり方がよく分かんないので。それは俺も分からんから誰かやってる人に聞いたらいいの？そうそう。ボーカリストでもやってるで。やってるよね、結構みんなやってる。そうか。じゃあちょっと勉強して練習ぐらいにやってみたいと思います。わかりました。一人紅白ね。わかった。ありがとうしゅうちゃん。じゃあ行きましょうかね、次。さあじゃあ、ラフォセール、コールポーターのナンバーですね。そう、私を買ってちょうだい。裏路地に入ってこない。でも愛はお金だけじゃないんだよ。そういうこともちゃんと言ってます。はい、ラフォセールをお送りします。まあ、なんですか。あ、また来た。ラテンシフか。はい。テンポ今のテンポ。Love that's rich and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love, love for sale. Food will buy, food would like to sample my supply. Food is prepared, pay the price for the trip to paradise. Love, love for sale. Let the poet's pipe of love in the childish way. I know every type of love better far than day. If you want just real love, I've been through the middle of love. Oh love, new love, every lover, true love, love, love for sale. Appetizing, young love for sale. If you want to buy my way, fool me and lie, but still it's love, love for Love sail. Love that's rich and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Foo, woo, 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 will buy. Fool, I do sample my supply. Food's prepared, paid a price for the trip to paradise. Love, love for sale. Let the boys pipe of love in the trailer straight. I know every type of love, better far than day. If you want to buy my way, I'm over the middle of love. Oh, love, new love, every love and true. Love for sale コールポーターのナンバー聴いていただきました。イエーイ、ありがとうございます。あ、増えてるよ。お、イエーイ、ありがとうございます。どうのさんと読みしていいんでしょうか。知らないそうですね。どうの、めなさん、知らないですね。なんていうそのまま読んだらあかんのかな。もしかしたら、あ、めっちゃしてるな。そうなん。わかんないですね。そうなん。日本人かな。なる。そうなん。これは何語？いやいやいや、日本人の方は思いますよ。ありがとうございます。そうやね、きっと名倉先生をよくご存知な方なんでしょうね。めっちゃ言ってくれてるやん。ありがとうございます。なんかもう喋ってる間はないんやろうなという気がします。ちゅうちゃんの読み方教えてくれてます。メイちゃんか。あ、そうなのか。漢字4文字でメイ。ありがとう。そうね。メイちゃんか。いや、いつもお世話になってます。ありがとうございます。あれ、こんなお名前やったかな。そうやったかな。あ、そうか。いつもあれやね。あそこのほら、先生も来てくれた。ありがとう。イエイイエイ。めいめいちゃんはいつもスタッフカウントで出てくるから、ちょっとよく某チャンネルの、そうそう、だからちゃんとこのお名前で見たの初めてのような気するけど、そんなことないんかな。どうですか。アンコラそう、アンコラめいめいちゃん、ありがとうございます。いや、見に来てくださってありがとうございます。嬉しいわ。あんまり知らんのちゃう。知ってるよ。あ、そうなん。リアルでお会いしたことあるの、皆さん。あります。僕だって、僕の、まあ、教え子じゃないですけど、僕の。教えてる専門学校の卒業生。そうなんや。じゃあ、私だけ幻まだ。幻。まだ幻。お互いに幻。AI と。AI。そう、お互いにリアルで会ったことない。そう、お互いに生で会ったことない。と思います、多分。おそらく。ちゃうかな。あ。もしかしたらホースであったかな、かもしれんな。わからん。ちょっとその辺は。もしかしたら実在しないかもしれないですもんね、めいめい。ああ、AI、本当の AI。そうなのか、めいめいちゃんすごいね。なんかいつもいい言葉書いてくれるよ。すごい AI やね。プログラミング優秀。プログラミング優秀。人を元気にするのが仕事や。むちゃくちゃ言われてるよな、ほんまに。ありがとう、ほんまにありがとうございます。さあ、あんまり喋りすぎとっても、竹本先生も見てくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ、ヘイヘイヘイ、メイメイメイみたいな、ヘイヘイヘイみたいな。メイメイちゃんはよ言わない言ってくれてるし、アンコラです、メイメイさんありがとうございます。さあじゃあ行きましょうかね、はい、もう喋っとったらどんどん喋ってまいせえし、はい、では、続いてもスタンダードナンバーでありますが、じゃあちょっとあそうか次はそうやな、よし、じゃあこれでもう次2曲ぐらいしゃべらんとこかな。はい、では、スタンダードナンバーです、これねすごいよ、この歌詞知ってる？あーなんか私ボーカルがまあしゃべると思うけど、もう君のためには全て何でも、クリスマスにはもう君の願い全部叶えてあげるからっていう、もうプリティーウーマンみたいなそんな曲ですけど、最後には俺っていい男だろどうだいって言うんよね。そういうことなんよ。いい男だろって、まあそんなナンバーです、尽くして尽くして尽くし抜かれた女性のナンバーです。 G baby and I get to your Christmas。 これ何言ってたかな、あだから16や。Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, and I go to you. There's nothing too good for a girl that's a two. Gee, baby, and I go to you. Bought you a fuck for Christmas, diamond ring.Big Cadillac car and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, and I go to you. Oh, love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, and I go to you. There is nothing too good for our girl that's so too. Gee, baby, and I get you. Bought you a bucket for Christmas, diamond ring, big Lexus car and everything. Love makes me treat you the way that I do.To you. Girl, that's so true. Gee, baby, to you. Bought you a vacuum for Christmas diamond ring, big Cadillac car and everything. Love makes me treat you all the way that I do. Gee, baby, and I got to you. Boo, boo, boo. Gee, baby.And I get to you, boo boo boo, gee baby, boo boo boo, gee baby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 , do 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 da 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 da. Did it, d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 own down about it, did it, did it, did it.Do do 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 this do 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 baby, oh gee baby, gee baby。 どんだけ尽くしてくれんの？これぐらいかな。ちょっとそれだいぶやな。尽くしていただきました。ジンゴローはい。そしてサブで尽くしてくれるナクラマサブどんだけ偉そうなまあそんなん言うてみたいもんです。ほんまにありがとうございます。では G ベビーお送りしまして、ちょっと2曲、あそうか、もうラストソングか、そうやね、もうラストソングになりましたね。そうです、2曲、じゃあ続けていっちゃおうかな。もういっぱいいろんなね配信ライブ世の中いっぱいされてるので、皆さんもいろんなとこ行くんじゃないのかなと思いますが、今日のこの時間を選んでくださり本当どうも皆さんありがとうございます。みんなやってる近々のなんか直近のライブとかなんか宣伝あれば。まあ僕もたまに配信はやってるんで、うん、うん、今月はね、あ、お家からやってたよね。やったりたまに。樹海亭やったっけ？樹海亭。何やった名前？何やった？自殺の名所。何やった？なんか怖い映画みたいなって。何やったかな？スタジオ深い。深い。失礼しました。富士山のあれですね。そんな映画あったで。なんかあったよね。そんな映画あった。なんかそのイメージがあって、ごめんなさい、なんかめっちゃなんか怖いイメージがある。深いか。そうそう、深い。いつやるんですか。あんまり決まってない。あ、決まってない。今月やった。あ、そうなんだ。またやると思います。いやなんかぜひ私もちょっと家からできますんで、なんかぜひできたらよろしくお願いします。どんどんコラボやっていきましょう。はい。なんかもういっぱいやってるからみんなねいっぱい見に来てもらったらいいんじゃないのかな。なんかこの約1名お家の中機材そう見ました。この書いてはる人ですけど。なんか変態みたいなことしてますよね。あんなテレビ全部持ってきて家の中スタジオモニタリングみたいなことをしてるけどなかなかうまくできてへんらしいけど。テレビで言うたら全チャンネル見るみたいなそうそう報道番組か後ろのチャンネルやんか全部すごいねほんま、まあ、ありがたいことですけどもね、はい、まあそんなこんなで、まだまだ続くんでしょうけども、こんな中で頑張っております私たちもね。なので、皆様の、お気持ち少しでもお待ちしております。はい、また続いてやりますので皆様無理のないようにね本当に、ちょっとでも私たち、お気持ちいただけたらありがたいと思っております。はい。さあじゃあ2曲続けていってみようかね。もうラストソングです。皆さん本当ありがとうございます。一応ラストソングでございます。ジンガロ一応。一応ね、うん、そうそう、一応ね、ナクラマラブ、ジンガロー、山添ゆか。さあ、じゃあ、日本語のナンバー、そしてポップスのナンバーで最後お別れしたいと思います。ちゃうで。咲かせて咲かせて桃色吐息、あなたに抱かれてこぼれる花になる。縛りつけたい。皆さんありがとう。ぬくらものぶ。チンカロー。皆さんにいっぱい愛があるように、最後はこのナンバーでお別れしたいと思います。 Loving You 聴いてください。くらもの部、ありがとうございました。ジンガロー、そしてまぞやかがお送りしました。皆さんどうもありがとうございます。ね、お、いいぞ言ってくれてる。お、懐かしい、イエーイ、うん、ありがとうございます。あ、桃色片思いそんな曲あったん？ほんまに？松浦綾ですよ。桃色の片思い。あ、松浦綾？はい、このやつ。あ、そうそうそう。あやや。あやや。なるほど。ありがとう、ありがとう。がこちゃん顔面防弾仕様何なん、お、人工知能からアンコールってきました。あ、ほんまや人工知能、めいめいから、さすが人工知能、素敵やね、最高ですね、本当ありがとうございます。皆さんありがとう、イエイイエイ。そしたら言っとくかね、最後はちょっとさっきしっとり聞いていただいたんでね、ちょっと全開でいこうかね。はい、アンコールはバリバリ全開で参ります。そう、皆さんありがとう。何？まんじゅう冷やして。何？まんじゅう冷やして。うん。まんじゅう冷やしてアンコール。まんじゅうしゃか。これしか出てこんかった今。それも知らん。恋する女はなんやろう。何ですか、もう一言ぐらいちょっと書いてください。あ、アンコール書いてくださいました。ありがとうございます。さあ、では最後はですね、この景気のいいちょっと楽しいかっこいいナンバーでお別れしたいと思います。クワタバンドのスキップビート。切なく燃えるいろんな女コーナー、可憐な女ばかり I love you ピアノ play more to me. Ooh, my say. とうございました。パチ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 。どうもありがとうございます。まんじゅうを冷やしてコールからあんこがコールでアンコールということでした。ありがとうございました。はい、むずいわ。イエーイ。皆さん本当どうもありがとうございました。最後にちょっと紹介したいと思います。顔は映らないけどね、天満の空さん、いろんな配信やってます。このチャンネルぜひ皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。そう、チャンネル登録。そのね、私のチャンネルもあるし、なくらくもあるよね。なくらくも、ジンゴロさんは？ないよ。あ、ないよないよ。なので皆さん、天満の空さん、まず1回目登録、このまま登録していただいて、そして私も登録していただいて、なくらくん、なくら学ぶチャンネルでそのままですか？あ、じゃあ、皆さんぜひよろしくお願いします。今後もやっていきますんで、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。さよなら、バイバイ、ありがとう。